タイ代表の石井正忠監督が元日に行われる東洋タイヤーズカップ2024日本代表戦へ向けての前日記者会見に応じた。2024年1月1日に国立競技場でタイと対戦する日本代表。史上最多連勝記録タイの8連勝を記録中の森安ジャパンにとっては新記録を打ち立てるべく望む一戦となる。対するタイ代表は 石井新監督にとっての初采配に鹿島アントラーズで数々のタイトルに導いた名称は2019年に第1部サムットプラーカーンの監督に招聘2021年12月には強豪ブリーラムの監督としては2年連続で三冠を獲得今年8月に対代表のテクニカルダイレクター T.D. に抜擢され11月に代表指揮官に就任した 素晴らしい日本代表に対してしっかりチャレンジをしたい僕自身にとっても初めての代表監督になるのでその点も含めてチャレンジをしたいと思います満員の観客の前で対代表がどれだけ力を見せられるかという試合にしたいです日本代表指揮官の森安監督とは j リーグ時代に3度対戦2015年に1度16年に2度対戦して3連勝 報道陣から相性の良さについて問われると、J リーグの話なんで、全く今回は関係ないと思うんですけども、まら、としつつ、森安監督に対して、人に誠実であるという部分が一番のポイント。監督としての振る舞いやマネジメント面は非常に勉強になっています、とリスペクトを口に。対代表監督に就任する前にも、日本代表との関係性があったことを明かしている。 タイ代表監督に就任する前にも森安監督はじめ代表のスタッフや池田太史監督なでしこジャパン指揮官大岩郷監督 U22 日本代表監督にはお話を聞かせていただきいろいろなものを学ばせてもらっていましたそれらを含めて代表監督として戦えることは非常に光栄です思いっきりチャレンジしたいと思います 母国で迎える国立競技場での初采配、タイ代表の中で僕が一番そこを意識していると思います、と石井監督も明日の試合へ特別な思いを抱いているようだ。最初に僕も試合の話を聞いたときには、それはないんじゃないかとタイの関係者に言っていました。元旦にサッカーができる、見てもらえるという意味では、当時自分が選手をやっていたり、 コーチや監督をやっていた時の思い出がよみがえってきます今はタイ代表の監督ですけどもこうして国立競技場で試合ができることは本当にありがたい限りですリーグ戦が28日まであってメンバーを集めるのが難しかった中で集まってくれた選手の能力を100%出してあげられる試合にしたいな